北海道日本ハムファイターズ、ファイターズガールファイターズガールは、プロ野球、北海道日本ハムファイターズのチアリーディングチームの名称。略して、FG、ガールと呼ばれることもある。メンバーは、毎年オーディションによって編成され、150から200名、近くの応募の中から1次審査2次実技審査3次審査を、経て20名程度が選出される。 ユニフォームは AKB48 グループ等の衣装を手掛けるオサレカンパニーがデザイン、制作。チームアウターサプライヤーはファイターズの選手と同様のオークリーでレッスンやリハーサル時のトレーニングウェアとして着用。1992年、当時所属していたマットウィンタースガイアュが野球を楽しくやるためのウォーミングアップと称し、試合の練習中やイニング間などにマジックや ダンスなどを披露、ファンや選手に好評を博した。これを見た、大沢刑事監督の提案をきっかけに、球団がウィンタース選手と共に踊るダンスチームのオーディションを開催。応募された300人から7人が選抜され、当時の球団マスコットの名前を取って、ファイティーガールズが結成された。1993年4月17日、オリックスブルーウェーブ戦にて初披露。 以降、東京ドームでの主催試合にて5回裏のグラウンド整備中などに YMCA のダンスを披露するなど活動を続けてきた。2004年、球団は北海道にフランチャイズを移し、札幌ドームを本拠地とする新たな球団として再スタートを切る。球団マスコットもブリスキーザベアーが新たに登場となったこともあり、シアリーディングチームもファイターズガールとして、 活動を開始した。同じ札幌ドームを本拠地とするサッカー J リーグのコンサドーレ札幌では J リーグクラブで初めてのオフィシャルダンスドリルチームコンサドールズが1997年から活動しており、球団の北海道移転が決まって以降交流を続けている。2009年北海道日本ハムファイターズダンスアカデミーを開校。試合前のグラウンドにて 発表会を設けるなど活動の幅を広げている。2012年から2013年までは北海道採用組は ABEX プランニングデベロップメントにマネージメント委託となり同社所属となった。2011年からは公式 HP でプロフィールが公開され公式ブログも担当する。2014年からは球団管理。 球団が北海道に移転した2004年以降も、引き続き東京ドームで主催試合が年間8から12試合行われ、本拠地同様にチアとマスコットのファンサービスが行われている。2012年までは東京都で独自に採用されたメンバー、東京ファイターズガールが活動を行っていた。2013年以降は東京採用は行わず、 東京ドームの試合でも北海道選出メンバーで活動している。ファイターズガールはファンの皆様と共にファイターズを応援し、チアリーダーとして球場をさらに盛り上げるダンスパフォーマンスの他にも地域交流イベントなどにも積極的に参加し、北海道の素晴らしさ、ファイターズの魅力を伝えていくことを目的に活動しています。また、たくさんのお子様に 野球やダンスの楽しさを感じてもらい、夢を持つことの素晴らしさを伝え、その夢を精一杯応援していきたいと思っています。ファイターズガールは、ファイターズが北海道に誕生した2004年から活動しており、チームと共に15年目のシーズンを迎えます。ファンの皆様に身近な存在に感じていただけるよう親しみやすさを心がけ応援する気持ち、 感謝の気持ちを常に忘れず、今シーズンもファンの皆様と共に、ファイターズの日本一を後押しできるよう応援し、球場を盛り上げていきます。ありがとうございます。